皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、じっちゃんチャンネルさ、1年経ったらプレゼント企画しますということを告知してたんで、それのさ、案内をしようかね。まあ、じっちゃん年金生活だし、じっちゃんチャンネルもさ、収益化になったとはいえまだ1銭もいただいてないわけで、5月からね収益化になったばっかりなんで、まあ、大したそのプレゼントっていうのはできないかもしれないんだけど、前さちょこっと話をしたやつをしようかね。まず一つ目、カッティングボード。カッティングボード、これね多分竹製だと思う。カッティングボード1名様ですね。それからグリルパン用やっとこ、これちょっとチャチやつだけどね、やっとこですね、1名様。全部1名様なんだけどね。サーモスのコップ、普通の大きさかな、 280ml、 サーモスのコップお一人様。それからね、こういうお鍋、これなんかな、ステンレスなの、なんだ、アルミなの、アルミ合金だね、アルミ合金のお鍋、ガスでも IH でもオーブンでも使える、こういうお鍋だね。そんな大きくないよ、ちっちゃい、車中泊とかキャンプでも使えるお鍋だよ。こういうお鍋だね。それとさ、これもサーモスのスープジャー、キャンプとかさ、車中泊とか、結構一人でさ、行く人もいるみたいなんだよ。って。YouTube 見るとさ、結構一人でね、出かける人も多いみたいなんで。これ、スープじゃ、家でさ、スープとかさ、シチューだとかさ、カレーだとか作ったのをさ、これに入れて持っていくと、あったかいまま持っていけるっていうやつだね。じっちゃんこれのね、これ多分黒だと思うんだよ。ブラックだと思うんだよね。確かブラックだったよね。前、一回中見たんだけど、ブラックだったよね。じっちゃんこれの赤を使ってる、赤を。赤を使ってるんだけどね。こんなもんなんだけど、それとね、欲しい人がいるかいないかわかんないんだけどさ、これもらいもんなんだけど、ジッポ、ジッポのオイルライター、マイルドセブンって書いてあるけど、タバコ産業からもらったやつなんだけどね、未使用品です。箱入り未使用品。この人いる、こんなの欲しい人いるのかわかんないけどさ、欲しい人がいたらね差し上げます。あともうわかんない、前ね買ったのはあったんだけど、ちょっと探したんだけどさ、わかんないから、今回はとりあえずこれだけにします。これだけにしますね。カッティングボードやっとこ、それからカップ、断熱カップ、お鍋、じゃあスープじゃ、それにジッポーのオイルライター、
欲しいものがあったらね、Facebook じゃなくてもいい。どっちがいいんだろうね。コメント欄がいいかな。Facebook のじっちゃんチャンネル。どっちかに統一したいよね。もうめんどくさいから、そのコメント欄でいいか。コメント欄にさ、欲しいものがあったらコメントください。で、各1個なんで、当然、抽選になります。まあ、1人しかね、それが欲しいっていうのは1人しかいなかったらさ、そのままお渡しできるんですけども、複数人いた場合は、抽選で差し上げます。でね、もう一つね、そこに置いてあるんだけど、これ迷ったんだよ。森蔵。焼酎のさ、森蔵。これもね、景品っていうかさ、プレゼント品で出そうかなと思ったんだけど。まあね、若い、じっちゃんチャンネル、若い人はいないんで大丈夫かなとも思ったんだけど、やっぱりさ、差し上げるとなるとさ、年齢確認とかね、お酒なんでね、年齢確認とかそういうのが必要だと思うんだよね。ちょっと面倒なんで、今回は見送らさせていただきました。多分森蔵なんで欲しい人はね、多分いたと思うんだけどね。ごめんなさいね。ごめんなさい。もうだいぶ迷ったんだけど、じっちゃんもさ。またこれでさ、いろいろまた問題があるとね、大変だしね。ということで今回は森蔵はやめました。まあでも他もさ、大したもんじゃない、大したもんじゃない、じっちゃんのプレゼントだから大したもんじゃない、大したもんじゃないんでね、そんなに期待をされても困るんだけど、まあじっちゃんの気持ちということでね、その欲しい方がいらっしゃればね、お送りさせていただこうと思いますんで、ご応募ください。あ、もう一つ忘れてた。締め切り。応募の締め切りは6月の10日まで、10日の24時までですね。ご応募は6月の10日までとさせていただきます。ということで、今回はじっちゃんチャンネル1周年記念プレゼント企画でございました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく、チャンネル登録もよろしくお願いしますって。条件言うの忘れてた。条件はね、チャンネル登録者。じっちゃんチャンネルのチャンネル登録者であること。で、コメントを書いたことがある人。で、チャンネル登録者は、じっちゃんのチャンネル登録者一覧で確認ができる人。この3つです。チャンネル登録者。まあ実際2つだよね。2つ。チャンネル登録者であることと、そのチャンネル登録者がじっちゃんのチャンネル登録者一覧で確認ができること。だから、よくいらっしゃるんだけど、非表示に自分のね、チャンネルとか、そのアイコンだとかそういうのさ、非表示にしてらっしゃる方がいらっしゃいます。そういう方はね、確認ができませんので、ごめんなさい、対象外とさせていただきますんで、チャンネル登録者でチャンネル登録が確認できる方、それからじっちゃんチャンネルにコメントをいただいたことがある方、この3要素でね、差し上げたいと思います。1個ずつなんで、複数人の場合は当然抽選となります。ごめんなさい、数をそんなにね用意できませんので、じっちゃんにはご勘弁ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。